キャロルマンはアメリカ合衆国の女子プロゴルファー。1961年からルプがツアーに参戦、メジャー2勝を含む通算38勝を挙げた。世界ゴルフ殿堂のメンバーである。身長191センチメートルは当時としては最も長身の女子選手であった。ニューヨーク州バッファローで生まれ、メリーランド州ボルチモアとイリノイ州シカゴで育った。 9歳からゴルフを始める。1958年にウエスタンジュニアとシカゴジュニア。1960年にシカゴ女子アマチュアに勝利した。ノースカロライナ大学グリーンズボ旅校に学ぶ。1960年にプロに転校。1961年からルップがツアーに参戦。1964年、当時のメジャー選手権であった女子ウエスタンオープンで、 初優勝を飾った。その後も勝利を重ね、ルプがツアーでメジャー2勝を含む通算38勝を挙げた。1968年には最小平均ストローク数を達成した選手に与えられるルプがベアトロフィーを獲得し、1969年にはルプが賞金女王に輝いた。1968年に10勝、1969年に8勝。 1975年は4勝と3度に渡りシーズン最多勝利を手にした。1973年から1976年までルプガの会長を務めた。1977年世界ゴルフ伝道入、り。最後のツアーフル参戦のシーズンは1981年であった。マンはゴルフインストラクターマニュエルデラトーレの長きに渡る教え子であった。 2008年 PGA からファーストレディオブゴルフアワードを受賞。2018年5月20日テキサス州ザ・ウッドランズの自宅にて77歳で死去。1968年パブストレディースクラシック1970年バーディン・インビテーショナル1970年ループがツアープレイオフの記録。ありがとうございます。